昨日さ、まあ、ブライトン負けちゃったじゃん。全然三笘のせいでは全くないんだけど、やっぱり三笘の得点機会増えるのは日本人としてさ、やっぱみんな求めたいじゃん。三笘はここね、カウンターの時でも何でもいいんだけど、この人のボールを受ける立ち位置と体の向きで一番効果的なのって、今2900人いるけど説明できる人いるなんかボール受けてドリブル始めたらいいっていうのは分かるけど、先に三笘の受け方言うね。 ライン上にいたとこころかから降りてきてきう受けるか裏狙って降りてきて相手がついてきそうだったぐらい行くとかこの相手の近くにいるけど、えー、と味方がボール出せそうな時に瞬間的に斜め走ってこのパターンこれが改善の余地あるっていうかそう半身でスペースでボール受けるイメージ前向きで受けられる最大限のたくさんなんだけどそのファジーの基準っていうのがこれ4バックだと分かりやすいじゃんサイドバックこうやってサイドバックで1対1これ5バックになった時と分かりにくくない、ね だこの、ファジーの立ち位置の言語化をしてんの。これ何かっていうと、最終ラインのサイドの選手と1対1できると。だから、こうなってたら、最終ラインのサイドの選手こうだし、こうなってたらここだし、こうなってたら、ここなの。スリーバックみたいな、このサイドバックがこう裏切られてる。で、この時に1対1できる、ファジーは相手最終ラインと1対1できる立ち位置で、前向き、つま先の向きをゴール側に向ける。 ってなると、例えばこの状況だと、ボールホルダーに近いと斜めでしょポイントに半身で立つと、前向きで受けれて、ここで1対1できて、この時にスペースにボール出せるから、高スピードに乗って仕掛けられるから、ここのプレースバックがなくなるというか遅くなる。日本代表で三苫が2対1される時って、こことかいて、ボール出す時にちょっと下がってきたりするから、この選手戻ってきてダブルチーム。だから相手が三苫対策し出しましたね、とか言うんだけど、違うんだよ。こっちがちゃんとできてないから相手が対策できてるだけで、 対策しようっていう気持ちはあるんだけど、実際は、ここでスペースだったり、三マが加速できるボールの受け方できてないから、ここ戻れちゃう。そう、相手ディフェンスラインに前向きで仕掛けられる位置。そう。相手の最終ラインのサイトの選手だから、ここがボールを持ってるときに、ポイントの立ち位置立つでしょ。ボールホルダーに近いとの斜め後だから、ここもポイント理論変わんないんだよ。だから俺の原則ってめっちゃわかりやすいの。この時はこの原則でこうでじゃなくて、ボールホルダーに近いとの斜め後ろに立つだけだで、相手が出てきたら、裏なんだよ。 この時に半身だと、ゴール方向見れんの。これが、後ろ向いちゃってるの、みんなサイドハーフって。だからこっち見れなくて、今、裏抜けすればいけんのにって使わない。みんながボールホルダーで、こうやって待ってる選手だったら、裏にスペースあったら走るじゃん。でもこうやってるから、裏のスペースに気づかない。みんなが右サイドバックで、俺が右運だとしたら。そうだから、で三笘の場合は、この時に、ここいてボール出せるときこう戻ってきちゃうから、受けれるけど遅くなってて、戻ってきたりとか、受けれるんだけど、こっから前向いて加速できない。 最初からここにいて、こう出してもらって、ここで加速するんだよ。で、これを相手嫌がるでしょ。そうなると相手出てくるじゃん。この半身の時に裏行けば一発で行けん。だからウィング、サイドのここの選手は、半身でゴー、相手ゴール奥にプレーできる、あの、前向きにボールを受けられる相手の最終ラインのサイドの選手1対1で行く。だからこれが、じゃあ言っちゃえば、サイドバックが出てきてんだったら、この時にこういう風に取ったら、相手最終ラインの取ってるセンターバックのところで一対一。い この立ち位置をね、間違っちゃったりとか、ここで、こっちの体の向きっては、ほとんどの選手は作れてない。そんな状況でポジションチェンジなんかさせたら、おかしなことになるからさせないって話。一番、強いて上手い人で言ったら、坂になるんですかね。マネも相手に近すぎて、ボール出すときにはオフサイドになってます。後ろ向きでボールもらって抜けるって、これなんでかっていうと、選手の質が高いからっていう。 でも相手のサイドバックがいい選手だと抜けなかったりするでしょデセルビにピン止め指示、えー、されてる説もあるかもしれないんだけど、ここで話してるのは合理性の話。どっちの方がプラスになるかっていう。そうだから、よく指導者はディフェンスライン貼り付けとか前で貼っとけって言うんだけど、これの間違いに気づかないまんま指導してる。だから結局ここの距離長くなりすぎて。これだってマーク付きに行かれてんのって一緒だからね。